と前回の授業では話せることで言わないで。はい。タイミング良かったですよ。でもつまずいてなければしょうがないです。諦めずに。よし、終わるぐらい。あ、やっぱしんどいんだけど。普通よりめっちゃしんどい。全部上げっぱなしですからね。続けてやりましょう。はい。よし、予約も使えるし。そうですね、じゃあ再度、ジャブで再度回ってるんでめちゃくちゃいいです。はい、じゃあ行きます。何か分かってますよ。ナイス。そのコンビネーションですよ。数番聞きますよ。はい、はい、です。ナイス、タイミング。そう。
そうです、いいですよ、よし、これで我慢でどっちができるかですから、諦めて変えなくていいですね。少しずつ相手はずれてくるんですよ、そのタイミングで。で、13がずっとやってれば13のタイミングが合ってきて、相打ち、相打ち、相打ち、最後カウンターで取れるはずなんです。よし、よっしゃ、いい感じ今。でも打たれすぎ。まあテンポ上げてぶつかるとか攻撃の仕掛け合ってるので、ちょっとそうですね、当たるのはまあしょうがないです。でもあれか、テンポ上げてぶつかるところを増やしてるだけなんで、わけないですよ。よし、ありがとう。あと行っちゃダメ。そうです、ナイス。あ、ワンプライプリじゃない、今。いいっすよ。一節まで貸せば一番いいっすよ。そうです、いいっすね。今のめっちゃ良かったっすよ。そうそう。見えない、まだいいっすもん、テンポも。あとは出すとこですからね。ナイスジャブ、そうです、そうです、相手が当たる位置に来るなら打っとく、ナイスジャブ、ナイスジャブ、いいぞ、下がってからの電気を出してくださいね。そうです、そうです、前にから今のいいっすよ。あやら30ぐらいです。すごい、危ない、すごい、そうです、そうです、返しで当たるんですよ、今の止めてれば、そうです、そうです、そうです、ナイス、ナイス、やだ、そして最後、大丈夫です、いや、今日めちゃくちゃ良かったです。前回より全然いいです。あるか。で、ただ攻めることでワンツースリーで入ってきてたので、やった2ラウンド目まではジャブバックステップ2のコンパクトの右が良かったんですよ。はい、ただ3ラウンド目は出そう出そうっていう気持ちが強すぎて前に来ちゃったので。おあれ